ベント会場みたいだけど、もしかしてこれが妄想の侵食なのか。ええ、昨日こんなイベントはなかった。やっぱり私の話していた通りだったわね。私たちと街を侵食する妄想は繰り返しの影響を受けないんだわ。ああ、本当に秋葉はどうなっちまったんだ。頑張って一緒に妄想を壊しましょうね。はーい。それにしてもすごい人だかりね。一体何のイベントなのかしら。リッピョンの握手会に参加できるなんて。個性的な人ね。あの人、このイベントの参加者かしら。だろうな。ま、最近の秋葉はアイドルとは切っても切れない関係だしさ。なんだっけ、 ACQ48 とかいうグループもあるわよね。有名どころだとな。だけどまだまだ地下アイドルも盛り上がってるかな。生写真を売っているお店も多いし、アイドルの卵と触れ合えるなんて店もあるくらいだ。アイドルオタクたちにとって秋葉って街は聖地みたいなもんだろうな。へー、秋葉原はオタクの街って言うけど、オタクにもいろいろと種類があるのね。昨日の妄想の原因の音田さんなんか、きっとオーディオのオタクなんだろうな。やっぱり秋葉原っていろいろな人がいるのね。オーディオオタクにアイドルオタク、そしてニートまで。今しれっとバカにしただろ。それじゃまずは会場の人たちに話を聞いてみて、誰が原因なのかを突き止めましょう。あ、妄想球に入って妄想師を倒すんじゃないのか。ううん、それはまだよ。だって妄想球への入り口がないでしょ。あ、言われてみれば。入り口はね、その妄想の原因となった人の心のバランスが崩れた時に現れるのよ。そしてそんな原因となった人を私たちは妄想者って呼んでいるわ。そっか、昨日の音田さんも自分の妄想を目撃してそれで動揺してたっけ。だからこのアイドルの妄想を妄想しちゃった人を探す必要があるのよ。おそらくアイドルに会いたいがためにイベントの開催を妄想したファンの誰かね。さあ聞き込み調査よ。こういう時はね、足で稼ぐのが一番。少しだけ話を聞かせてもらえないかしら。え、メガネ君、君だって。わあ、僕ですか。私は星野咲。決して怪しいものじゃないわ。あなたもこのイベントに参加も。僕はメガネ太郎って言います。それで、はい、今日はリッピョンのイベントなんです。 CD の発売記念イベントで ミニライブと握手会があるんです。そのリッピョンって人気なのか。正直まだ全然駆け出しです。でも彼女ならトップアイドルになれると思うんです。こんなこと言うと他のファンに怒られちゃいますが、顔も歌も彼女より上のアイドルはいると思います。でもリッピョンはそうじゃないっていうか、すごい人を引きつける魅力があると思うんです。だから僕はリッピョンのことを応援してあげたいんです。随分と熱心なんだな。はい。だっていつも僕に笑顔をくれるから。それならその思いを伝えられるといいわね。話を聞かせてくれてありがとう。僕でよければいつでも。リッピョンのことなら誰にも負けたくないですから。手が汗で、どうしよう。あのちょっといいかしら。何やつ、三次元女子が僕に何か用事。今日は誰かのイベントなのかしら。リッピョンも知らない。これだから三次元女子は。そのリッピョンっていうのが今日の主役なのか。
今日はリッピョンの CD 発売記念イベントなのに。そして何を隠そう、この僕がリッピョン親衛隊3番隊隊長太い太しふお。君たちは何しにここに来たんだ。リッピョンファンじゃないなら帰ってくれ。私だって好きで来てるわけじゃないのに。これだから三次元女子は。リッピョンは永遠に 2.5 次元だよ。朝日、私この人に。たまにいるタイプだな。なあ、ちょっといいか。こんなにも高ぶっている私に何か用ですか。いや、用ってほどのことじゃないんだけど。今はリッピョンこと百瀬竜の握手会に向けて心を落ち着けることに忙しいのですよ。念願の CD 発売記念イベントが彼女の生まれ故郷である秋葉原で開かれるなんて、きっとリッピョンも喜んでいるはずです。ファンとしてはもう感無量ですね。彼女の喜びが私たちの喜びですから。それに今日は直接触れ合うことができるんですよ。 CD1 枚で握手券1枚なんてファンからしたらこんなに安い買い物はありません。私なんて握手会のために3箱買いましたからね。50枚入りではなく100枚入りの方ですよ。ああ、失礼。つい話しすぎてしまいました。私の名前は細川細美です。大学ではアイドル研究会に属しておりました。古今東西のアイドルを研究しているんですよ。私の解釈では、リッペンは逸材ですね。1000年に1人。いや、2000年に1人でしょう。好きな食べ物はキャンディーで、嫌いな食べ物はわさび。家族構成は年の離れた兄と姉が1人ずつ。趣味はピンクの小物集めで苦手なものは虫です。私にかかればこのくらい40秒で調べられます。CD のセールスこそはまだまだですが、週刊青年誌のグラビアも決まっているという噂ですから、私の解釈では、おそらく週刊ヤングチョップですから、早売りを見つけ次第買い占めなくてはなりません。ただ、あまり人気が出てほしくはないんです。やはり遠くへ行ってしまった感は拭えないですから、今ぐらいの規模で活動し続けてくれたら、私としても追いかけやすいですからね。だけど、リッピョンくらいの逸材となると、芸能界が放っておかないでしょうね。そして…ああ、ごめん、なんでもない。わかった、もうわかった、わかったから。なあ、誰が原因かわかったか。今の話だけじゃ、なんとも言えないわ。会場にお越しの皆様にご連絡です。まもなくミニライブがスタートします。あ、そろそろイベントが始まるみたい。見に行ってみましょう。会場の皆さん、盛り上がってますか？今日はリュウのために集まってくれて本当に本当にありがとうございます。あなたのハートへレッツぴょんぴょん、リッピョンこと百瀬リュウ14歳です。リッピョン好きだ。うわ、結婚してくれ。世界一可愛いよ。短い時間ですけど、最後まで一緒に楽しい時間を過ごしましょう。ミニライブの後、握手会もあるんです。皆さんもちろん参加してくれますよね。もちろんだよ。リッピョンは俺の天使。皆さんの声援とっても嬉しいです。それじゃあ聴いてください、新曲です。初めて知ったけど、なんかそれなりに人気があるみたいだな。うん、完璧なアイドルって感じね。女の子から見ても可愛いって思っちゃうもん。あ、女の子？ええ、女の子よ、私は。その顔、何か言いたいことでもあるのかしら。いや、何も。ミニライブの後は握手会ね。並んでる人や終わった人から話を聞いてみましょう。
ポイントっち忘れずにしとけっち。イベントを起こすっち。でも何が。あれ。あ、どうしたんだ。そんなにコンビニ覗き込んで何か欲しいものでもあるのか。いや、その…でも、ほんと10番くじ残っててよかったね。うん、ラッキー。最後賞もゲットできちゃったし。え、最後賞？まさかさき、10番くじなわけないよな。今回の最後賞って、キラキラファンデじゃない。おい、さき。それに、最後賞ってことは売り切れね。もう、あとちょっとで最後賞がもらえたのに。さきさん、朝日、探すわよ。は？10番くじよ、売ってそうな場所を教えなさい。え？お前アニメ見るのか？だって今やってる10番くじは。いいから、どこに行けば売ってるのかしら。そうだな、ゲーセンとかでも売ってるけど、電気街口のガセンなんか結構売ってたりするぞ。仕方ないわね。朝日、早く行くわよ。おい、だから待てって。おいら喉乾いたっち、買いだめしておきたいっち。はい、どうしました？あのポスターの10番くじ、まだ売っていますか？ああ、ごめんなさい。あちらはもう売り切れてしまったんです。え？そうなんですか？そうなんですよ。懐かしい作品ですけど、根強い人気みたいで。2店舗続けて売り切れなんて、どうなってるの？どうしたんだろう。これは事件ね。なんでだよ。すいません。まだあの10番くじありますか？ごめんなさい。売り切れです。なんだそうですか。ピュアマーキュリーの抱き枕欲しかったのに。くそ。やっぱりここでも買い占めが。買い占め？ねえあなた、何か知っているの？知ってるって、何が？買い占めについてよ。10番くじが売り切れているのと関係あるのね。ああ、そうだよ。買い占めて転売してるやつがいるんだ。この辺りじゃそこそこ有名だよ。転売ってどういうこと？高値になりそうな商品を買い占めて、オークションとかで高く売りさばくやつだよ。そんな、許せない。他にも商品を欲しい人はたくさんいるのに。朝日、行くわよ。転売屋より先に10番くじを買うのよ。いや、別にいいんだけどさ。お前そんなに好きだったのか、魔法少女。いいから行くわよ。あとはどこで売ってそうかしら。もう強引だな。いいよ、分かったよ。この辺りだったら、あとはフィギュア屋のフォークスとかかな。よし、案内してちょうだい。さき、ここだよ。だけど、きっとここも。朝日はここで待ってて。今度こそ、絶対に手に入れるから。10番くじ買えなかったよ。もう、悪質すぎる。朝日、他に売ってそうなお店は？今日も大量にゲットしたぞ。これで大儲け間違いなし。さっき、あいつ。そこまでよ。なんだよ、お前たち。正義の味方よ。正義の味方だと？俺は違うけどな。
ねえあなた、買い占め行為今すぐやめなさい。みんなね、欲しくても買えないの。純粋なファンが迷惑しているのよ。なんなんだよ、俺は金を出して買ってるんだぞ。お金を出せば何をしてもいいってわけじゃないの。あなたがしていることはファンを傷つける迷惑行為よ。お前一体何なんだよ。私の名前を教えてあげる。そう、私は輝く星空の使者、ピュアヴィーナス。流れる星でぶち抜くわ。え、何なんだよお前。そんなに欲しいならくれてやるよ。おい、人に物を投げつけんなって。さっき大丈夫か。このくらい大したことないわ。だって私は星空の使者、ピュアヴィーナス。え、なんでそれを。お前さっき自分で言ってたぞ。なんか勝手に盛り上がってたけど。うん、嘘だ、絶対に嘘ね。嘘よ、嘘でしょ、嘘だから。じゃあこれはいらないな。これって、あの転売屋が投げ捨ててったぞ。魔法少女ピュアスターズの変身グッズ、まさに女児向けアニメの代表作だな。いやー懐かしい。でも十番くじの最後章が実際にも使える変身ファンデーションだったなんて。よこしなさいよ、そのキラキラファンデ。このファンデーションでお化粧するの。一体何に変身するつもりなのかな。ああ